芋の木ドッけは、埼玉県と東京都にまたがる、標高1946メートルの山である、芋木のドッと呼ばれることもある。白岩山と雲取山の間にあり、白岩山のすぐ南、雲取山の北東に位置する。雲取山からの山陵が、北の白岩山、三方神社方面に続く山陵と、東の鳥谷山方面に続く山陵に分かれる、地点となっている。 埼玉県秩父市と東京都西多摩郡奥多摩町の境界にあり、東京都の山の中では第2位の標高を持つ。ドッケとは尖った峰を意味する言葉である。東の峰続きには同じく、ドッケという名がつく三つドッケがある。国土地理院の地形図では芋木のドッケとなっているが、現地の表示は芋の木ドッケである。登山地図や地元の案内などでも主に芋の木ドッケとしている。 例えば、奥多摩観光協会登山や、奥多摩町発行のガイドマップでは、芋の木、ドッけ、秩父観光協会三方神社雲取山コースでは、芋の木ドッけとしている。田島翔太郎著、奥多摩、それを巡る山時系と山時計国社では、芋の木時計、芋木時けとしている。ここで引用している、武蔵通史の記述では、芋木時けとなっている。ありがとうございます。